こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。各国で第6世代と言われるステルス戦闘機開発の発表が次々と出てきている中、日本もまた同じように次期戦闘機計画を日本主導で開発する計画を発表。予算化まで発表があった。現時点では戦闘機の大まかな部分でしかわからない状況。エンジンやレーダーやステルス塗料など開発は進んでいるが、まだまだ方向性は決まっていない。日本の F3 戦闘機開発だけならいいのだが、各国の第6世代戦闘機開発に誘われているのは事実。英国のテンペストなどからは、日本にもオファーがかかっている。米国もまた、第6世代ステルス戦闘機開発計画をすでに打ち出し、現時点では、やはり米国が一番早く製作できる能力はあるだろう。日本も負けないほどの技術をすでに持っていることを、あなたは知っていますか？そう、あの心身です。中国の気になる報道をもとに心身を検証しています。心身の性能や運動性をここでおさらいしていきましょう。実は、すごいテストをやっていたことを知ることに。現時点で、最強のエンジンが開発されていると気づきます。本編スタートです。2017年10月のテストフライトを最後にして、一旦その実験が終了を迎えた日本の先進技術実証機 X に、通称新進をめぐって中国のマスコミがそれを論じる記事を掲載した。内容は中国が自前のステルス機を生産していることと比較したものといえ、この新進のテストを経たものの日本は結果として第55世代のステルス機の製造能力を有しないと論じたものだ。この指摘の論旨自体には日本を貶めようとする思惑が透けて見えるようで、額面通りに受け取ることには疑義があるが、第5世代のステルス機を現時点で生産できない点は事実だろう。サイズからもあくまで新進は先進技術の実証用の機体であり、具体的な兵装や管制用の電子機器類などについて検討するような状態になかったのは衆目の一致する点とも言える。ただし、中国のこのような報道、つまり実験自体に全く意味がなく、また結果にも期待が持たれていないというような論調は少し行き過ぎた指摘だと言わざるを得ないだろう。ことに新進に搭載された機関部は IHI 社製の XF-5 という形式のエンジンであったが、これをベースにした XF-9 が完成しており、最大で推力が15トンに達する性能を実現している。この推力15トンという XF-9 の値は、これまでの F-15 戦闘機の推力が約13トンであることを考慮しても、十分実用化に耐えうるものであり、今後、さらなる発展が期待されている状況だ。これ以外にも、今後の戦闘機の行方を左右するレーダーなどの、アビオニクス面や、また、それに連動させる兵装など課題となる部分は多く、開発は決して平坦な道のりでないことは確かだろう。また、開発に際しての政治的な側面も抜きにしては考えられず、何より現行の F2 戦闘機を開発するにあたっても独自案は退けられ、アメリカの F16 を元にする計画に落ち着いた経緯もある。この時も
日本国内での戦闘機開発技術、ノウハウを獲得するという。立場からは、完全にオリジナルの機体を希求する声も聞かれていたが、結果は前述の通りとなった。今回の新進においては、ステルス性能を有する機体開発という部分では、一定の目標を達成したと考えられるが、今後、世界的に第66世代戦闘機がどのような方向に進むのかにも左右されるだろう。防衛庁はこのほどの2020年4月からの年度予算において新型戦闘機の開発費用を事項要求という形式で計上しており、これが承認させれば、具体的な研究開発のフェーズに入ることとなる。すでに2018年時点で公表されている新型戦闘機の要件としては、機関部は双発であり、遠隔操作のドローンを統制可能で、2030年代の中盤には運用可能とするという指針が示されている。これらを踏まえた場合、現時点で想定されうる第6世代戦闘機の要件をほぼ網羅していると見ることができるが、2020年年初より緊張が高まった中東情勢からもよりドローンが注目されている。今後の兵器開発に際して、より費用対効果が高くかつ、非対称な戦闘にも用いることが容易な遠隔操作型ドローンの普及は、戦術に止まらず戦略さえも一変させる可能性もあろう。現実的には、現在の有人戦闘機の開発には、もはや通常の国が一国で負担することは困難な金額が必要とされると、示されており、日本が単独で独自開発するとは考えづらいのが実情だ。先頃、EU を離脱したイギリスは第6世代戦闘機のテンペスト計画を推進しており、1機およそ140億円でこの戦闘機を調達可能だとも報じられたことが記憶に新しいだろう。このテンペスト、一説では最高速度は時速マッハ5ともささやかれているが、F-35 シリーズがステルス機であるがゆえに、そこまで高速度でないことと、対極にある点は非常に興味深い。すでに、現在のステルス戦闘機を捕捉可能な低周波レーダーも開発されており、この優位性が失われた場合に、物理的な速度をもって迎撃を阻止する狙いもあるのかもしれない。さらに日本にとっては、このところ長射程のミサイルを配備しつつあるロシアや中国に向けた新型の空対艦ミサイル ASM-3 改めの実装も視野に入れる必要性も忘れてはならないだろう。現行の F2 戦闘機に実装する予定であった空対艦ミサイル ASM-3 が実戦配備の前に事実上射程距離が短く意味をなさなかったことの轍を踏んではならないからだ。先のイギリスのテンペスト計画にはイタリアとスウェーデンがすでに参加を決定しているが、日本の要求を盛り込めるカスタマイズの余地は小さいながらも残されているようにも感じられる。引き換え現状同様にアメリカ製の戦闘機をそのまま導入することになれば、日本が求める航続距離や兵装の面である程度の妥協が必要とも考えられるだろう。現実的には多くの戦闘システムの基幹となる共同抗戦能力を担保するためには、
アメリカ製の兵器システムを使い続けることが無難で容易な選択だと言わざるを得ないかもしれない。